はじめましての皆さん、お友達さん、こんにちは、トットでーす。今回はですね、ゼロ通期半身の仮面続きからやっていこうと思います。さ、どっからだったっけ。けどショックが終わってこれだよ。これ9のショックが終わったの。クリアして、次さっと行く。さっと10のショックいや出た。あらすじ。霧島は灰原病院を調べるうちに、病院内で行われていた医療行為が違法かつ非人道的なものであったことを知る。入院患者はいずれも何かの目的で委員長灰原茂人の実験材料とされていたのだ。息子のようもその行為に協力していたのだ。そう、この息子と友達だったんじゃなかったっけ。まあいいや。だが何のために？灰原茂人が月遊病の治療に執念を抱く理由は何か。そのヒントと思われたのは島の儀式、老月神楽である。神楽のために月遊病になるものが多いことから、神楽の仮面と音楽こそが月遊病の治療につながると灰原親子は信じていた。そして10年前の神隠しにあった日に、島では神楽が行われていた。その奇妙な符号の意味するものは何なのか。そして入院患者の一人である画家が描いた不思議な絵、そこに描かれた女は誰なのか。あのさ、四つん這いでさ、このうにょうにょ描いてたおっさんいたよね。あれのこと？残王。10の食。はい、10の食。今日から10の食頑張ります。今日もおっさんです。私。霧島です。ちょっとね。なんかジニジニしてるから、ここを取んの。床に描かれたよ、しゃべ。はい、わかりました。これを取んだよ。どうんだっけ。これだ。これパシャルんだよ。取った。はい、ジニジニしてます。なんだこれ。あ、忘却の光景。何かが映り込んだ。中庭だ、中庭。中庭まで行くんだ。祭りから2年後、俺はハイブラを追って、この島に戻っていた。あの女を見て、それから思い出せない。あの女ってこの女？あの、ギャーって言うやつ。どうしたらいいの？とにかく、この気持ち悪いところから出たいである。あ、ちょっとこういう時はこっちにもドアがあったよね。どっちから出たら早いの？地図。反対のドアから出た方がいい。こっちどっち？結構しょ。こっちだよ。こっちのドアから出た方がいい。地図。違う。地図。こう行って、ここ出て右行って、開ける。あー、緊張する。怖い。ここね、右行くんだよ。姉さんって言ってたよ。姉さんって。怖かった。あ、何してんだ。どっちだ。こっち入ってたよね。今の霧島じゃなかった。こっから出たんだっけ。違うらしいよ。今ね、なんだよ、お前。どっちだよ。これは写真撮んなきゃいけないやつだよ。はい、チーズ。絵を見つめる灰原涼。よう。かっこいいな。
話しかけてもいい？近寄って触ったらダメ？目覚めるはずだ。何が目覚めるんだ？なんか落ちてる。気持ち悪いな。調べる。あ、手帳だ、手帳。黒い手帳さん。これは灰原。姉さんはいつまで眠り続けている？俺は姉さんを治すためにあらゆることをやった。違法な実験にも手を染めた。無垢の火を引き起こしたという禁じられた嫌い号もやった。だが嫌い号は失敗し、姉さんは生きながら死者になった。嫌い号には何か足りなかったの？何が足りなかったのか？俺は何のためにここに来たのか？いっそ全てを忘れることができたら楽になるのかもしれない。この絵は希望だ。姉さんが目覚める。不気味な絵だと他のものは怖がるが、俺はこの絵の前に立つと穏やかな気分になる。姉さんは目覚める。いつかきっと。黒檀の板鍵。手帳に平らな鍵が挟まれていた。老月館地下と書かれている。老月館地下、どこだ？遠くない？どこ？この建物の地下の鍵。あの時女は地下から出てきた。あの場所、地下に何があるんだ？あの場所、どの場所だよ？地下って、なんだよこれ。さっき動いてなかったじゃん、車椅子。やだ、怖い。出た。何？話しかけてこないで。これバタバシャバシャ取らないといけないやつ。おっかねえな。やだ、こっち向いた。こっち向くな。やだ。ちょっと待って、ちょっと。ちょっと来ねえんだけど。やめて。ちょっと待って。ちょっとダメなやつはどうすんだ。こうだ。絆つかちゃいい。あ、全然聞いちゃいない。やーめて、怖い。うわ。出た。はい、チーズ。うわ。どっち。ここ。霊がいたところに何か落ちてる。仙道なんとかの手紙さん。強い日差しの日、中庭のベランダに佇んでいたらあの人が現れた。階段からあの人が上がってきた。中庭の空気が動くのをやめた。ああ、顔のない人だ。顔のない人が死にながら歩いている。あの人は庭にいる男を見た。男の顔が崩れた。その人の顔を見たものも崩れた。あの人は何事もなかったかのように、館に入っていった。始まった。生まれつき死んでいた私が初めて高揚感を味わった。始まったのだ。何がだよ。どこか遠くへ旅行に行くような幼い頃に味わった感覚。今日の散歩はどこか遠くにしましょうか。久しぶりに海岸の方にしましょうか。意味がわからない。これちょっとどっちに行ったらいいの。こっかな。このちょっと、これ、この鍵を使うんだよ。どっかの鍵で、またここ入っちゃった。間違えちゃった。なんか光ってる。さっき光ってた。こっちを向かないと取れない。調べる。絵の具。曲がり木の創作ノートに、この部屋にいた画家。ビジョン。ビジョンは次々と私に作品を授ける。ここを訪れてより、ビジョンは、その終末的な美しさを増すばかりだ。
罪を犯したことも知らずに助けを求める無垢にして愚かな少女たちを描いた作品、光を求める5人の少女、救済と絶望の混在、背負われてきた業の重さ、それゆえ美しき少女、私のビジョンの体現者と呼ぶにふさわしい作品だ。そして今私の目に広がるビジョンは限りなく広く、そして何もない。このビジョンこそ来たるべき救済をもたらす救済の花だ。我々は消滅によって救済されるのだ。まばゆいばかりの消滅がこの島に咲き乱れていく。すべての汚れが咲いていく。足を止め女の花を見よ。消滅の美を蓄え、唱えるその顔、称えるかな、顔なき顔、消滅の花、生まれよ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 。なんだそれ、なんだ、さっぱりわね、さっぱりわね、何言ってんだ、どっちから出る、こっちから出る、こっちから出ちゃう、もう出ちゃう、すぐ出ちゃう、あれどっちだったっけ、分かんなくなっちゃった、どっち、あれこっちどうなかったっけ、バカタレなんだけど、はい、出まーす、怖かった怖かった、何にも出てないの、こっち出て右行って、あれなんか間違ってる、いいんだいいんだよ多分、おそらくだよね、こっちで、あ、お人形いた、これ取ったよ、取ったよね、取ったやつだよね、ちょっとくしゃみ出そうなんだけど、くっちゅ、取ったやつ、取ったやつ、よし、開ける、あ、もうね、すぐ帰っちゃう。もうね、気になったらすぐ帰っちゃうから。よし。よいしょ。地図、地図。こう行ってこう。左、左。ここね、左曲がっちゃう。なんか変な音聞こえない、こっちでいいんだよね、はい、んーで、まあ、とりあえずセーブだよ、調べる、なんかパシャった時に見つけたあの中庭らしきところに行ってみれば、エレベーター遅い、あ、来た来た来た、一回一回 OK、 はい、エレベーター、エレベーター、はい、1階に参ります、1階に参ります、映り込んだ場所を調べる、はい、わかりました、こっち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 よ、絶対出てくるよね幽霊、こっちでいいんだよね、ちょっと待って、うん、多分合ってる、こっち行ってこっち行って、
左側にここのドアのとこ、あ、ちょっと怖い怖い、ちょっと待って、万葉がもう違うこっちやね、違う、どうやんだっけ、あのね、万葉がをね、たくさん、あ、6個、うん、足りるかな、ちょっと後で交換しよう、今ちょっと先に進もう、逃げればいいんだよ、逃げればガンダで、ここが見えたんだよね、確かここら辺が、ほらプールある、プール、え、なんか黒くなったけど、やだやだ、ちょっと怖いんだけど、誰かいるじゃんそこに、幽霊？ちょっと勘弁して、頭抱えちゃった、やだ出てくる、うわ、ちょっとどうしたらいいの、やめて、やだやめて、うわ顔が見ちゃダメ、押しとないの、え、ちょっと、ちょっと戦うの、ちょっと待って、え、ちょっと傷だ、やーだ、怖い、おっかり、おっかり、おーめって、うわ、大変だこれ、あはははあはは、待ってゆー、やーだー、やめて、怖い、うわ、この場は怖いんだけど、ちょっと怖いよ、怖いんだけど、もうほんとちょっと逃げたいんだけど、万葉が足りるかな、それまだなの、やだ怖いな、ちょっと、ああやだ、ちょっと、うわ、ちょっと、怖いよ、ああ出た、びっくりした、急に出てくるの禁止、しぶとくない、ちょっと待って、どこ、どっち、どこよ、消えたの、やめて、怖いよ、待って、いきなり聞かなくなってんだけど、やったなんか落ちて、倒したよ、聞かなかった、なんかさ、途中でさ、 Y がさ、聞かなくなったって言ったんだけど、はい赤いかけら、おかくけら使えたっけ、こいつとか言っちゃった、うん、使うの決まってんじゃん、レベルアップ、怖いよ、
こ下がって赤い女が出てきてところ調べるの。こっちでいいんだよね。合ってるよね。頼むよ一つ。でここでも怖い怖い出てきたらビビり散らかすんだけど。あげる。ちょっと待って。ちょっと待って。写真にしとこ。なんか写真に撮れるところある。開ける。怖いな。ここ白っぽい。ここさんか当直の看護師さんが出てきたところだよね。ここでここに当直の看護師、あっあっ、わかったわかった。え、行いは、あ、なんだ、調べる。30個。ちょっと待って。30個だって。間違えちゃった。これ。え、44個も持ってんだけど。ほんと。どうしよっかな。どうしよっかな。まず。これあげんじゃん。レベルアップ。でも14個あるよ。じゃあこれで。何やってんだ。そしたらどこ行く。こっから入ってきて、え、どっから、こっちへ行けないの。開かないよ。こっちじゃない。何やるんだっけ。だってあの女がいたところを調べるんだから、赤い服の女が出てきた場所を調べたら降りてきたんだけど、どっちに行けばいいの。あの女が出てきたところ、鍵を外した。このことだった。そしたら次何やんのよ。次は次。違う違う。あの女を。食堂。あ、くしゃみ。失礼しました。わかんない。どうしたらいいんだろう。沼っておりますよ。とりあえず何にもないよね。あの女が赤い服の女じゃん。
鍵開けたじゃん。こっちで。どっちなんだろう。こっちでいいの？展示の赤い服の女が出てきた場所を調べる。ちょっとね、調べたんですが分かりません。またぐるぐる回るんだよ。でまた中庭行っちゃうんだよ。こう行ったじゃん。でさ、ここのさ階段のところからさ、ジニジニ出てきたじゃん、あの赤い服の女。わからないでございます。どうしよう。いや、2週目ですよ。何か見落としてんだろうな、きっと。ここに鍵マークがあるんだけど、ここに行くの？これ。待ってね。こう言ってここだよ、鍵マーク。開かなかったじゃんね、あの配電室。私が知るわけないじゃん。これを聞かなきゃいけなかったのかな、このラジオ。多分。怖い。待って。ちょっと待って、ちょっと待って、絆に変えるから。はい、どこにおる？おい、どこ行ったの？いなくな？まあいいや、おっかねえから。おっかねえけど、どこ行けばいい？ここに行けばいい。おい、びっくりした。さっき開かなかったの、やっぱのラジオ聞いてなかったからだ。なんか怖かったけど、いや、どうするで。高校の鍵だったな。はい、お邪魔します。よかった。よし。
ちょっと遠回りはしましたが、なんだっけ、これなんだこれ、いきなり、待って、待って、ちょっと、はい、気持ち悪い。はい、怖い。はい、怖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 い。嫌だ、嫌だ。出た、ムービー。ちょっと、コーヒー飲んじゃう。ようのさ、あのさ、お姉さん、ごめんが、あ、なんかあった、なんかあった、あった。はい、調べる、調べる、調べるよ。ゆっくり持つね、また。はい、古い手記が落ちている。面を刈る準備はできているが、蝶の許しが出ない。芽吹芽吹くものあらば、そのむくろを表刈るべし、表剥ぐもよし、表なくば柵に至らんや、この言い伝えを守らればならぬ。難しい。確かにまだ息はある、息があるにはある。息のあるうちは刈ることはまかりならぬ。しかしこの女は生きていると言えるのだろうか。息はほとんどなく、この女のあたりは、周りあたりだよね、凍えるように寒い、息が凍るようだ。それにふと鼻をかすめるこの焼けるような匂い、高も効かぬ。しかもこのような体になってあまりにも長い、死せる者として面を刈るべきなのだ。殺そうとしてるってこと？決して触れぬよう、名前を呼ばぬよう言われているが、私の不安は増すばかりだ。この女の面を刈らねばならぬ、この女の面を刈らねばならぬ。これ大事だから2回言ってんのかな。私はこの衝動を抑えることができるだろうか。全然意味がわかりません。牢獄？あ、なんかお面の半分。霧島さん。怖いよ。なあ、突然、これなんとかかんとかちゃんのお母さんでしょ。その仮面のかけらを。ルカちゃんだっけ？あの子に渡してください。あの子娘か。大切なものです。はい、わかりました。でもルカちゃんがどこにいるのか。あの場所です。あの場所、あなたが昔ルカを見つけた場所、あの病院の地下か。もうあまり時間がありません。ハイバラ病院の地下、お願いします。わかりました。ちょっとお母さんの、お母さんが渡せばいいじゃん。ああ、聞いちゃった。幽霊なんじゃん。またあなたに助けられましたね。ちょっと待って、これは万葉丸を絶対出る。これがさよかさんが言っていた、これを渡すことがルカを助けることになる。シルベル書き留められたメモ、紙の切れ端に走り書きがしてある。月が映る、月が静かな深い森、何もない。また会いましょう、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 また会いましょう。怖っ。本当は幽霊なんじゃない？ほんとやめて。アイテム消えちゃったって話したよ。でもああ、なくなっちゃった。ショック。こっちは、お人形、こっち、ここ開かないの。分厚い格子戸は固く閉ざされ、中に入ることはできない。格子の向こうはカビと薬品の匂いが感じられる。お人形さん、ミケお人形さん。ふふふふって言わないよ。ほら。あ。
人形呪いといた。といたといた。ほおずき人形。あ、なんか出てきた。また。やだな。今回は出てこないで頼むよ、一つ。一個。しけてんな。十個ぐらい出してよ。して、どっから入ってきたんだっけ？あ、こっちだ。あそこまで行かなきゃいけない。あそこまで、あそこどこどこ、ほんと、地下地下、病院病院。怖いから、ちょっとここは簡単で行きます。そうだそうだ、出てきてたんだ、あのおばあの4番線。あー、やめて、ちょっと本当に怖いんだ、やめて、マジで。ここはもう本当マジで考えてみて、やめてよ。えー、やだやだやだ。分かったからさ、ちょっと、やだやだやだ、ちょっと、いけちゃう。あ、ちょっと待って、あ、まあ、ちょっと、まあいいや、行こう行こう。やめて！お化けじゃないの？取れてない。怖かった。こっちでいいのかな？あの、灰原陽を追うんだよ。きっとそうだよ。お化け出てくるかな？やめてほしいんだよ。怖いよ。
かった。これはもうちゃんとセーブしないと泣くところだよ。セーブポイントなかったっけ、この先。あー怖かった。病院だ、病院。いやー電話がかかってきてるよ。どうやって出んだ。一回だっけ、誰から。ちょっと待ってください。わかりました、今すぐ出ます。あったよ電話。はいはい、出ます。目覚めた。目覚めたって。俺はずっと目覚めるのを待ってた。寝てた。でもまさかこんなことになるとは。どういうこと、こんなことってどういうこと。むくの日、なんだそれ。むく、むく。もう終わりだ。どう、終わりだって。何が終わりなの。何がどうなってんの。咲いた。咲いた。姉さんで切れちゃったよ。姉さんで切れちゃった。ちょっとセーブ怖いから。でね、ここでね、大量にの万葉ガンを交換したい。もうね、できるだけ交換。もうね、29個も持ってたらね、もうへへーんだ。あ、ちょっと待って。今気がついたんだけど、コスチュームって変えられんの？鍵がついてるよ。何これ、欲しいんだけど。何必要。ちょっと待って、ちょっと待って。なんかあったよ。刑事の帽子。何、遮影機の被り物。何これ、気持ち悪い。刑事の帽子だって。ラッシュガードさ。ガッサさあ、ダッサ。サングラス。これポイント、ポイントなんだ。鍵がついてるよ。遮影機の。これ面白くない？まあいいや。後で遊ぼう。まあ、とりあえずは進めます、進めます。あの、あそこに、あそこに、あそこだよ。あそこ、地下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 だよね。ルカちゃんとアートとか。地下に行くんだよ。院長室の、あの、隠し扉から、こっちだな。地下に行って、よし。はい。ここを左に行って、開くかな。グイーンって開けて、ちょっと待って、棚とか何にもない、なんかない。あ、なんかった。よし、よし。古い研究資料がある。宗谷の協力を得た面の実験により、面による記憶の制御は徐々に明らかになってきた。しかし記憶とは一体何だった？霊に疲れた人間は全く別人のように見える。
言動も記憶もあたかも他人のように振る舞う。だとしたら本人が持つ記憶ももしかしたらつきものの一つではないだろうか、うん、人間は記憶の生き物だ。記憶があることで人は自らを保つ。死者を忘れないものも死者を記憶の中で生かし死を乗り越えるためだ。忘れることは生きていた証を失うこと。全てを忘れることは死と同じだ。しかし全ての記憶がなくなったら何かが残るのか。魂？いやそれはないのかもしれない。人間はただの記憶の塊なのかもしれない。全てを忘れられなくなった人間の症例。その患者は記憶を消してほしいと願っていた。記憶が消えることよりも全てを怯えていることの方が辛いのではないか。私はあらゆることが忘れられず記憶に押しつぶされる患者を何人も見てきた。罪の記憶、過ちの記憶、後悔の記憶。記憶とは決して自我を支えるだけのものではない。時に人は記憶の檻の中で獄死する。記憶を保ち続ける人間は幸せなのであろう、なのだろうか。ほう、難しい文献ですね。行きましょう。はい、はい、頑張ります。え、まさかなんかいっそうだけど、よいしょ、こっちか。ここの狭っこいところを扉が閉ざされてるっていう。ああ、わかった、わかった、なんていうアホなことを。こんなアホみたいな遠回りをせずとも、全く遠回りをする女。エレベーターで地下に降りれんじゃん、多分。絶対そうだよ。そうに違いない。そうに決まっている。絶対そうだよ。はい、もう5分間返してください。絶対そうだよ。え、こっちでいいんだっけ？こっち、こっち。なんもないね。ここでなんかジリジリとかなったら泣いちゃうんだ。どっちやっけ？はい。こっち？あ、こっちは合ってる。合ってる。間違ってる。ここをこう行って。ちょっと待った。ちょ待って。ここにさ、え、ちょっと閉めて。小漬け人形、これ取ったのかな、こいつ。ふふふって言わないから取ったんだね、きっと。はい、さて、はい、さて、はい、さて、エレベーターに乗ります。エレベーターあったよね、ここで、ね、ここじゃなかった、確か。ここの、ここのくぼんでる、これ階段、これここにエレベーター、あ、開いてんじゃん。これ行けんだよ、これ行けんだよ、これ。ほら。これ地下行けんだよ。ほら。これだよ。もう何をしていたのか。はい、動いた、動いた。動いちゃったよ。いいんだよね。地下1階でいいんだよね。その下？
う違うよ。その下に行くんだよ。ここで、あの洞窟みたいなところ、そこにあのさ、ルカちゃんがいるんだよ。だってさ、お母さんのさよかさんが言ってたじゃん。いるかな、いるかな、ここにいんだよ。いた？お面渡さないと。お面いた？はい、ブービー。はい、出た。あ、合ってた、合ってた。誰誰？子供じゃん。誰？あの、怖い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 。お前かだ。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと、ごめんなさい、ごめんなさい。あのね、絆に変えるから、はい、なるべくみんながこの輪っかに入ってほしい。こいつがなんか一番大変そうじゃん。ちょっと待って、取れなかったんだけど。取れちょっと待って、ね、ちょっと死にたくないの。でもね、万葉丸はね、たっぷり持ってる、ね、大丈夫、万葉丸はね、たっぷり持ってる。やだ、怖い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 。はいはいはい、はい、怖い怖い。ちょっと待って、ほんとマジで怖いんだよ。何何、こいつらを倒さないとルカちゃんには合わせてもらえない。目の前に突然ババーンって出てくるのマジで苦手。子供、お母さんに頼まれてきた。子供だよこれ。もう走った。これを
半分ですが。灰原！逃げた！あの場所、あの場所、灰原を。あの場所、あの場所がわからない。何回、勝手にボタン押してないのに。鬼ごっこ結構面白かった。何回行くの。もう終わりだ。終わりっていう。もう終わりにしよう。もう終わりにしようっていう。こっち？こっち入ったことあったっけ？わかんない。怖い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 。やだね。ほおずき人形ある？怖いよ。これ絶対出るじゃん。これ絶対よね。なんか乱雑。なんで血まみれなの。入れない。わからぬ。あってん。わ。怖いな。終わりだ。何もかも終わりっていう。追いかけんの必死に。うー怖いよー。え、よかったセーブ。でもマイヨーガはいっぱい持ってるからさ、セーブだけでね。ちょっと怖い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 。俺もお前も終わりっていう。どこ行った？どこ？あ、なんかあった、なんかあった、なんかあった。アイテム、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 アイテム。チッ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 。ほら、ほら、あったじゃん。取れない。調べる。30個！ちょっと待って、これはね、もうやっちゃわないと。機能強化！ほんとね。35って微妙じゃない。霊力あとここしかないね。まあいっか、まあいっか。よしよし。霊力強化、霊力強化。あ、屋上に行くの。屋上行ったの。はい、バラリュー。ここにいんじゃん、ここにいんだよ多分。きっと絶対、おそらく。屋上、屋上って書いてなかった。
あれで、あれ白、あれ調べる。あ、いた。もうね、絶対不穏な空気しかない。いた、いた、いた、どこ。なんで洗濯物がボロンボロンなんだろう。月、まさかコードでピコンピコンで終わりなんじゃないの。銃の職、母言ってるよ。どうしたの。灰原、灰原、どこだ。パパどこだ。びっくりした。いや嘘でしょ、死んまさか。もう鬼ごっこはおしまいだ。全部なくなるんだ。何言ってんのこの人。信じられない。うわー、まさかの。あらららら、嘘でしょ、死んじゃったじゃん。ひー、なんというバットな。あっさ、死んじゃったじゃん。え、何、自分が死んでる見たってことは死人だったってこと。じゃあ10年前に自分死んでたってことじゃん。こういうことだったのか。こういうことだった。こういうことだったのか。ひぃ、あ、じゃあこのさよかさんも死人なわけじゃん。さっき消えてたもんね。自分をが死んだところを知る話な。さあ、なんか悲しくない、物悲しい話な。クリアなのね、でも一応もうセーブするに決まってるじゃない。ここよ、9の職。はい、上書きします。はい、10の書をクリアしました。あれ、はあ、なんていう感じなんだろうこれ。あらすじまで行っちゃったよ。こう次11でしょ。もう今日はもうこの霧がいいところで、霧がいいところで月はみ、多分これ最後の章じゃないのだよね。ルカちゃんで終わるんだ。はい、タイトルへ戻る。よし、はい、今回も最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。なんとこう今回は、サクサク進んで1回の撮影で銃の職全部終わらせちゃったんですけど、まあ迷いましたけどね。なんか霧島探偵が実は死人で、自分の死をこう分かるためにこういろいろ画策していたのが分かって、いや、なんとも後味マックス悪い感じでしたけれども、無事に終わりました。銃の職、おっす。次は11の職頑張ってやっていこうと思いますので、よろしかったら高評価とチャンネル登録お願いします。それじゃあまたね、ありがとう、バイバーイ。